あ、それはあれなんだ、ヘラを、うん、あれなんだ、自作のヘラを作ってるわけだ。違う違う、これはほら100均のシリコンベラよ、社長が教えてくれたよ。いや、それはあれだけどさ、いや、なんでそんなヘラ磨いてんのかなと、わざわざこの作業のために。そうそう、ヘラを切れ、多分そういうフランチャイズの店も高く取るんだろうけど、前ほら船やってたでしょ、よくつなぎ着て工具とかポケットに入れたまんま、あの船で話がね、行くんだよ。どれに、どれに、ああ、あの車、うん、あの開閉式にするん。いや、開閉式の前に後ろのリアベッドを作るから。へえー、そうだね。だって空調の部屋ができるのが先か、車が直るのが先か、どっちなんだよね。俺的には車が先よ。だって、あれだね、なんだっけ、刈り取った野菜入れるんじゃねえんかいね。それはもう冬。あ、冬か。それで何、あの余裕こいてやってるわけ。余裕こいてないよ。人聞きの悪いね。もうかいね。そんなに聞かれるとあれかい。奥田さん、あ、ここんちの社長が、奥田さん、動画見たで、この前なんかガリ傷直してたがね、あの時の動画。いや、なんか言いました、今日言ったもん俺、これをだけど、それを前日に借り取ってそこの中に直しておくんですよ。おかね、なんかね、そこ費用が高いんだって、何億円も払ったとか払ってるんだって。あ、今の倉庫、そう、借りてる倉庫、それはそれなりの大きさでしょ。いや、ザル素晴らしいだろ。素晴らしいよ。言っちゃったからさ、わざわざさ 250g セット持ってたんですよ。本当ですか。うん、新品出さないと、やってくれないからさ、へそ曲げるとさ怒っちゃうからさ。これは直しとくべ。え、使わないの。いや、新品取っとくん。新品これさ、一回穴埋めるじゃん、はい、その上から8383で伸ばして、うん、どうかな。ああ、それはいいかもしれないけど、そんなできるんかいね。8383持ってるんかいね、取って。持ってないわけないじゃん。動いてんじゃん。250g じゃ足りねえかもしんねえやね。あんなにガリガリホイール傷つけちゃうと。社長、え、あら、そんな持ってるん、御所大事に。あちさん、御所大事に。やだな。おお、250g。ほんとだ、さん8300塗った後ね、うん、肉盛りした後ね、8383で仕上げするんだって、この人。もう平らになるからさ、光沢も効かないし。だって光沢の実験やってんだよ、いろんな材料入れて8300に。やっぱ8300は他の材料入れると光沢落ちるなとか言って、え、なんで社長何かやったんかい。やるいろいろやってるの、なんか戦利品もらった後に自分で。ほんこね、塗った後に塗るの。一回塗った後下地作って、そこに薄く塗り込むんですよ。凝ったことやってるんですよ。でその動画は社長に撮らせてないんですよ。だけ勝手に使うなって時々ね、雷落ちるんですよ。出来たてほやほやじゃない、社長。そうだよ、いつもだって出来たてほやほやだもん。で、買ったまんまで2年ぐらい使わないやつがいるんだよ。硬いんですけど、硬いやねっつって。サブさん、違う、電話かけてくるやつ。だから地震の液状化と同じだよ、また温めて練り直せや柔らかくなんだから。それは簡単、薮崎さんだ。違うよ、薮崎さんはなん聞いてこないよ。自分で一生懸命やるよ。ピンから切りまでね。薮崎さんは使う前は研究家だよね、しつこいほどやるよね。誰怒ったとか怒った自慢してたよね、散々ね。五郎子は取り
もうそれをあれ取り出すのが大変、ラーメン食いながら言ってたもん、なんて藪崎さんとの間取り持つかなって俺考えちゃったよ、あんなに藪崎さん怒らせるんだもん佐藤さんがあれは別に遅れただけじゃないからいやでもああいう人は怒っても腹の中溜まってないですよ、うんうん、絶対に。いや怒ってる時間が長かったよな、最後は笑って帰りましたけど五郎子がいなかったらどうしようと沈黙の時間の長いこと長いこと、だって藪崎さんが怒ってまた輪かけて謝んねえやつがいるんだもん、輪かけてまた言って輪かけて怒んねえ、だから藪崎さんが怒るんだって、初めてのやつには売られるんだ、じゃあどうして初めてのやつが使うときはどうするんだよ、初めてのやり取りがあったわけ、初めてのやつには売らねえんだ、初めてのやつには売らねえったってそういう言い方ねえだろ、そういう言い方、そういう言い方されたってさ、初めてのやつが初めて使うときはじゃあ使えねえじゃねえか、違うよ、初めて使いたいやつは社長に気に入られればサンプルが送ってくるん、ね、で動画撮ってもいいかいって言われたら、見積もりくださいっていうやつは、なんでおめえなんかに見積もり出すわけがねえだろって言い渡すやつがいるからね、俺が俺にワンクッション置けば俺が何もでも聞いてやるのに、ダイレクトにかけてお前とこに部品を下ろさねえんだって後から聞いたら、奥田さんブレディさんと仲いいですよねと、ああもう仲いいよ、どうした、あいつカバン持ちだからさどうしたと、いや見積もり送ってくれって言ったら怒鳴られて、怒鳴られて見積もりだ、そんなやついませんよね販売会社ですよ、見積もりいいでしょうかって、見積もりくださいって普通言いますよねって、だったらあれですよね、見積もりですか、はいはいって言って二の句もくつれながら返事、はいはい返事しますよね、見積もりいただけますか、最後に電話なんかかけてくれる、そんなこの前どこ本庄のお客にはなんで俺がやんなきゃいけない商売終わったと思う、そうだよね、人からそしりは受けるかしんないけどさ、仕事なくなるよ、もう本当によくわかるよ、この前言ってやったもん、そういう言い方はないんじゃないですか、誰が、あ電話かけて、九州のやつだったよ、まあ、方言聞いてると最後怒った時にはもう鉛が出てきてるだもん、九州弁が、そう、うん、鉛が、あ九州のやつだと思った、鉛ってたよ、なんか邪剣とか邪剣とか土剣とか言ってたよ、 あ広島か、広島何の邪剣じゃねえか、なんか鉛、社長と同じような鉛だったよ、うちの弟が邪剣のって言うの、ね、あいつ広島おるやんそういう言い方はないんじゃないですか、そういう言い方ないんだって、ないったってお前がそう言うからだよ、しつこいなーって、しつこいなーまで逆にしつこいなーまで言うメッカがいるかっつって言ってたよ、そういう言い方はないんじゃないですか、いやうちの方針だから海徳よっぽど変わった人間やないと付き合いできんぞ、そうだよいや変わった人間でだって、じゃあ佐藤さん変わってるんかい、あじゃあ佐藤さん変わってるんかい、佐藤さんは一歩引いてるんよ社長よく我慢してるんよ佐藤さんはえもう究極の営業法はね、とことん安倍さんは隠す安倍さんのそれはね言ってた、そういうふうに言ってた、うん、あの方がいらっしゃいましたよ、今ね安倍さんが来た時に在留屋なんか来るでしょ、時々ドキッとする時あるんですよ今日はあんまり言わんけど何それ定着のあれかい、トタンかなんか持ってきて隠すんかい言ってた人いるよ、やっとられんじゃないけど、うん、3つの M って書くね会社に行ったことがあるんですよ、その時ね仕事が終わってまあちゃぶ台会社やったんだけどさ、ね飯食った時にちゃぶ台会社やって飯食った時に
俺の目の前で言ってたよ、安倍さん連れてこなきゃよかったっつって俺そういう言い方失礼だろっつってこれであと色の具合を見て調整せないからね、うん、それが問題だがね。だけん838さん持ってきたんや。ああそっか、薄くなるよ。838さん持ってきておしまいとかいいんじゃないよね。にさ、うん、このアルミの色を出そうと思ったら、うん、838を薄く伸ばして、うん、硬化させて、うん、1000番ぐらいで研いで、うん、最後2000番で研いで、うん、手磨きでポリッシャーかける、うん、もうそれしかねえんですよアルミは。ああそうなん、それ考えてたん、うん、あー結構あれだよね、似てくるよね。あ、それドライが炙ってるんだ。んドライが炙ってるんだ。音がしてるから。ドライヤーとか失礼な、ヒートガンって言ってよ。失礼、ただドライヤーじゃねえんだよ。ただ持ってなんかうるせえ音がしてるなと思ったら違う。佐藤さん、お前真剣じゃねえなっつって俺仕事やってるんだぞってやつね。ね、遊んでんじゃねえ、話だけじゃねえんだぞ。仕事をや、仕事話はしてるけど、仕事やりながら話してんだからな。ヒートガンか。な、ヒートガン買ったん？もう前から持ってるよ。で、温度がめちゃめちゃ上がるってやつ？うん、言ってたよね。100。なんで？使うことあるんですか？待てよ。使えよ。あれ？使うん。よく8、15の時とか使うよ。うん、あ、そうなん。うん、これで空気を遮断出ない箱ボックスの中に突っ込むやない、うん、で穴開けとった方が安定するんですね、うんうん、そうですね、うん、やっぱ段ボールだとね、適当に送風の穴開けとかないとこもっちゃうからね、うん、だからあれだよね、逃げる穴の大きさで温度調節やったりいろいろだよね。もう安倍さんとはね、いろいろ営業面ではね、台湾まで行ってありましたから。ああ台湾ね、一番最初の頃ね、着台返し。いや、台湾着台返しがあんまりでも社長はやっぱ着台返しなら面白くねえやろ。いや、あえてくれる、なんかそんな人引きの悪いこと言われるけど、だったらこれだったら3つの M に、東京のあの人やない。違う違う、これだったら3つの M に連れてってもいいかなと。そしたらこれあの人元気な。誰が？スーパーポリクルスの人は。あ、元気よ。元気だけど、結構インド渡したから。なんか、反対意見しか言わないような感じだもんな。俺も電話に3回喋ったけどさ。あ、そうなんだ。いや、これはですね、切り返しやけん。人が聞きようのに切り返しようねえやろと思うだけどさ。そういう講釈ってあれの好きだから。そう、あとほら、ボーイスカウトですからね。久々聞いた、ボーイスカウトだから。ボーイスカウトって同じようにあのボーイスカウト入ってた。で、玉村でたまたまあのその講習会やった時に先輩と後輩がどうしているのって会っちゃったっけ。付き合いあるんですか、まだ。付き合いって付き合いだから付き合いありますよ。会話がない。もちろん会話がない。さあ付き合いないって言うんやろ。普通はね。だけど取引やってるから、口座振り込まれた、振り込んだとかやってるから、付き合いありますよ。付き合いあるでしょ。あ、そういう付き合いっていうか、お取引がありますか。お取引ありますよ。どんな印籠渡してくれたん。そらさ、うるさいんだもん。だからうるさいやつはうるさいって言うもん。しつこい、うるさいって言うもん。
でもね、やっぱお前はバカかもは言わないんですよ、社長みたいに。社長言うでしょ。固めた上に塗るんだ。